元女優で実業家、君島十和子さん、56、が1日、インスタグラムを更新。4月30日付で宝塚歌劇団を退団した元月組娘役の長女、ランゼケイト、について綴った。長女とのツーショットを披露した十和子さんは、4月30日長女が宝塚歌劇団を卒業させていただきました。最後の楽屋入りの朝、監修の全身白の装いで家族揃って送り出しました、と報告、音楽学校に入学し、兵庫県にある寮に向かう、まだ要素の残る後ろ。姿を送り出したあの朝から10年、昨日は出発前充実した青春を送らせていただいた大好きな場所に万感の思いを込め別れを告げている後ろ姿に、ありがとう。夢に向かって走り続けひたすらに芸事に打ち込む姿に親として学ぶことがたくさんありました、と綴った。続けて、劇団生最後の日に娘が選んだのは、私が10年前に一度だけ袖を通し断捨離できなくて、ずっと大切に保管してあったワンピース。そこに、今年らしい太刀のブー。つを合わせて、と宝ジェンヌとしての最後の日の装いを紹介、歌劇団にいたからこそ、皆様とのご縁をいただきまだまだ未熟な頃からたくさんの応援をいただいたことで充実した宝物のような経験をさせていただきました。本当にありがとうございました、と感謝を伝えた。ランゼは2016年に102期生として宝塚に入団。男役を経て19年、娘役に転向して活動していた。